龍が如くセブン外伝、前回続きからプレイしていきましょう。さて、合流した翌日ですね。鶴野です。どうやら西谷がキャッスルを出たらしいですわ。我慢できなくなったか。救命の作戦が当たったのかもしれません。キリュウさんに怒り浸透っちゅうことやろ。よし、西谷が船を降りたとして奴はどこに向かう。キリュウさんを追ってくんなら蒼天堀でしょうが、まだ正確な場所までは。そうか。会長がどこにおるかは俺の方でも探り入れてみます。せやけどキャッスル出たんやったらどうとでもなりますわ。あの人には悪いですが、しばらく動けん体になってもらわな。ほなまた。なあ上流、ちょっと。何？今あんたのことで情報入ってきたで。ん？鬼人会がキャバレーグランドに怒鳴り込んでるんやって。グランドか。上流出さんか言うて。まずいな、グランドに迷惑かけちまったみてえだな。うちのネットワーク役に立つやろ。ああ、鬼人会は何人くらいいる。20とか30言うてた。結構な数だな。ほっとくわけにもいかねえ。わかった、ありがとうな赤目。サクッと倒しに行くか。目立つ場所で目立つ行為をしたら呼び出すのもそこになるか。仕方ないよね。行こう。まあ、いるな。どうも、上流さんです。よう、今日はこの店貸し切りか。今日も遊ぼうと思ってきたのに。よ、踊れ上流。お前ら鬼人会だな。そうか、こっちの探すテーマを省いてくれたんか。上出来やないかい。オーナーはしろで。二人でいいの？お前の生きるテーマ食べてれ。いいね。いいな、その言い回し。俺もどっかで使おうかな。はいはいはい。はい。お、避けるのうまいね。いった。はい。うわ、いった。すぐ乗らない。さて、こっからが本番だな。20とか30がいるって？出よっ。あ、いっぱいいる。あれ使おう。はい。はい。はい。よいしょ。はい。と。ちょっと待って。ちょっと待って。先こいつやろう。はい。オーケー。これ借りるよ。はい。誰だ銃持って。お前か。はい、やば。お前も持ってんのか。銃撃たれてこんな効かないことある。やば。はい、おら、やった。よいしょ。銃。はい。やっぱ銃強いね。
たなくていいぞ。まだ痛い目に遭いてんなら止めねえかな。くそが。西谷はどこにいる？キャッスルから降りたんだろ。鬼人会は闇に潜ったとこからが真骨頂や。敵に回したが最後、いつどこから刺されても不思議はない。もう枕高くしては眠れんな。お前も親分の居所を聞かされてねってことか。ここにいる他の連中も。おうよ、わしらは知らんで。知ってたとこで絶対口割らんがね。要は親分に信用されてねえんだろ。威張っていうことか。言い返せなくなっちゃった。ほなお前らみんなただの三下っちゅうわけかい、このボケが。チンピラが人の店めちゃくちゃにしよって。お前この始末どないしてくれるんや。お、あんた上流様、おかげで助かりましたわ。こいつら急に店入ってきて私ら監禁したんです。女の子たちもみんな怖がってもうて。いや、こんなことになったのは俺のせいだ。すまなかった、全部弁償する。そんな弁償やったらこいつらにさせますさかい。どう見たって悪いのはこいつらや。それはどうでしょうね。お、お前花は。こちらのお店に被害が出たのは想定外だったんでしょう。が責任の一端は上流にあります。ですのでご心配なく。あ、出してくれんの。弁償は私の方からさせていただきますよ。被害額のお見積もりだけいただけますか。どこのどなたか存じませんが、ありがたく頂戴します。私は花輪と申します。以後お見知りおきを。花輪様、どうも大喜利。お金持ってる人に低姿勢でいるのがあなたも本当に一番いい処世術なのかな。ずいぶん目立つご活躍で。500億の仕事だからな。手抜いたらあんたらの顔も潰れんだろ。西谷をキャッスルから降ろしたまではよかったが、そこで早くも行き詰まってしまったということでしたね。はあ、まあな。逆に西谷はいつどこからあなたを襲ってくるかもわからない。彼が本来の力を発揮すればターゲットは気づく前に殺されてしまう。それが殺し屋の怖さです。事態は進んだように見えて実はかなり危険な状況になったのでは。わざわざそんな嫌味を言いに来たのか。敵は近江連合でも抜きんでた力を持つ組織です。鬼人会の名前なら私だって以前から知っていました。渡瀬が彼らを警戒するのも道理です。あなた一人で敵に回すのは自殺行為ですよ。西谷の居所さえ分かればそうでもね。でしたら考えることです。敵の気持ちになって次にどんな手を打ってくるか、もしくはどんな手を打たれたら相手が一番嫌がるのか、そこをついていけば相手を思い通りに動かせるはずです。例えば闇に隠れている敵を引きずり出すこと。相手が一番嫌がることか。なるほどな。極道にこんなアドバイス、釈迦に説法でしたね。グランドの弁償と後始末はお任せください。あなたには500億の仕事に専念していただかないと。ゼロです。キリさん。ゆうべ西谷はおっちゃみたがまだ足りなかったと見える。もっとあいつが嫌がることをしよう。と言いますと。あいつが一番大事にしてるもんを奪ってやるんだ。キャッスルをな。はい。
私組の兵隊を集められるだけ集めてキャッスルに向かわせてくれ。俺もこれから向かう。会長の西谷が船を降りたんだろ。ならキャッスルの警備は今手薄になってるはずだ。それはキャッスルを乗っ取るちゅうことでっか。ああ、力ずくでな。いや、ちょ待ってください。そんなにしたら渡瀬組と鬼神会でドンパチや。それを避けるために会長言わしゃるんが俺らの計画やないですか。分かってる。お前らバレねえように目出し帽でもかぶりゃいい。大道寺を不当で襲ってきた時もうまくいったろ。そりゃそうやけど、今回は近江の身内が相手なんです。大胆すぎません？鶴野、お前は俺がキャッスルに着くまでに腹を決めとけ。悠長にやる気はねえんだ。俺は一人でも行くつもりだからな。わかりましたよ。俺も渡瀬組の頭や。今腹を決めました。すぐキャッスル行きます。いい返事が聞けてよかった。じゃあまた後でな。よし、俺もキャッスルに向かうとしよう。振り回されっぱなしでかわいそうだな。よし、キャッスル。どうもー、お探しは私かな。バレるバレる。そりゃ怖いよな。はい。思ったより頭数が揃わなかったんだな。おっつけすぎに来ますよ。せやったら少し待ちましょうか。いや、敵も大した数じゃない。ここにいるメンバーだけで。おい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 、俺としては結構おるなという印象です。俺としても結構おるなという印象ですけど。ジャーリー、我よ来たやないか。お仲間連れて強気になったんか。キャッスルの総力を上げてもてなしとるわ。いい感じの煽りやな。やっぱ勝ち込みはこうでないと。ああ、向こうも張り切ってるようだ。行くぞ。よし。多いな。あれ使うか。つかむぞ。へい、強い。残りの人数の表示ぐらいは欲しいな。危ない危ない。はい、へい。本当に強いなこれ。痛い痛い痛い。はいはいはい、よいしょよいしょ。はいはい、こいつ使おう。ほら、これは死ぬのよ。はい、終わり。やっぱヘビが強すぎるな、集団戦において。ギリュウさん、これだけ。船の制御も奪いました。もうキャッスルは完全に俺らのもんです。いつでも好きなとこに動かせますわ。せやけど、ええんですかね。下手したらこの船
かなりヤバいことになります。それが狙いだ。西谷に今の状況を教えてやんなきゃなんねえ。いつまでも隠れてちゃキャッスルをなくすってな。ほな早速船長に出せ言うてきますわ。あーなるほど、目立つとこに行くのか。大阪湾へ船籍不明の巨大コンテナ船が侵入。海上保安庁の呼びかけには一切応じず、1時間ほどして再び沖に向かって姿を消したとのことです。コンテナ船は世界最大級の大きさとみられ、船橋部分にはなんとお城のような建造物が確認されています。他にもライトアップされた建物が並んでいるように見えます。海上保安庁は船籍不明のコンテナ船が日本近海の航路の安全を脅かす可能性があるとして引き続き調査を進める方針とのことです。花輪です。ご依頼のキャッスルの動画先ほど報道に流しました。ああナイスだ。さすがに仕事が早いな。助かった。今頃貴人会の会長へも報告されているでしょう。なかなかいい手です。これで西谷は動かずにいられません。放っておけば彼はキャッスルを世間にさらされて全てを失う。今回の報道がその警告であることも理解するはずです。さてでは彼は次に何をしてくるでしょう。俺に連絡を取ろうとしてくるはずだ。そして西谷にとって俺と確実に連絡が取れると分かっているのは鶴野だろうな。やはり極道というのは人に嫌がらせをするプロですね。また何かあれば言ってください。それでは。鶴野です。これは西谷会長。俺もさっきニュースで知りました。ちらちらしい。まさかあのキャッスルが乗っ取られるなんてほんまに信じられませんわ。あ、上流奴がキャッスルの乗っ取り犯。極道を辞めたら役者になった方がいいんじゃないか。確かに蒼天堀で遊んでましたがね。一応客人としてもてなしとっただけで。せやけどもちろん奴には俺の方から連絡つけます。はい、ほなそちらの番号に連絡させますんで。ええ、わかりました。失礼します。お聞きの通りで西谷会長が連絡してくれ言うております。お前はグルだって疑われてねえのか。疑われないわけあります。だとしても西谷はなんで身内の渡瀬組がこんな動きをするんか見当もつかん。せやから白黒はっきりせんうちは下手なこと言えんちゅうわけや。ならこっからは短期決戦でいかねえとな。俺らがグルと捕まれる前に西谷を潰す。しくじりや渡瀬組と貴人会は正面からドンパシだ。東条会との合同解散は計画倒れになっちまう。ええ、確かにその通りや。遅かったじゃねえか桐生さん。俺の名前は上流だ。時間がかかったのはお前に送る写真を撮ってたもんでな。写真？今送ってやる。いい船だ。札に没収されるのはもったいねえ。これはこれは怒る。何の真似だ。
てめえ何が目的だ。先にふっかけてきたのはそっちだ。お前が俺に絡んでこなきゃこうはならなかったんじゃねえのか。とぼけやがって。なら死んだはずの桐生一馬がなんで近江の船に乗り込んできた。ただ遊びに来たって。そんなもん誰が信じる。鶴野も獅子堂もグルだろ。あ？お前なんとか言え。電話に叫んだとこで誰も怖がっちゃくんねえぞ会長さん。なるほど、上等だよ。ならこっちに顔出してもらおっか。やっと誘ってくれたな。その言葉待ってたぜ。蒼天堀にゴルフセンターがあるな。明日あそこに来い。うちの若頭を迎えに行かせる。お前は来ねえのか。心配すんな。おとなしく案内係についてったら会ってやる。あんたはもう俺のこの手でやらなきゃ気が済まねえよ。楽しみにしてるからな、キリルさん。ちょっと演技がキムタクっぽいんだよなこの人。西谷との決戦は明日だな。今日はもう赤目のところに戻って休むか。はい、じゃあここで一旦。あ、そうだ、着替えるかい。いらっしゃいませ。ありがとう。ここはここなのか。いらっしゃいませ。着替える。どうするかな。普段なんだこれ。たっけ。ピッチリスーツだ。ワイルドに戦いに行くか。これいいな、かっこいいね。黒かな。いけてるか。頭安全。ダサ。今行っか。安全よし。似合うか。金がこんな感じか。似合うか。それだったらなんでこれこんな高いんだよ。青いバラいいね。どうかな。だったらこれこれかな。似合うか。はだし。どうかな。コーディネート完了だ。これどうしよう。ムービーでもこうなったらどうしよう。割と困るかも。まあいっか。はい、ということで、じゃあこれ一旦区切りましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。こっちじゃない。